こんにちは、Pです。ドラゴンクエスト10オンラインです。フェスタインフェルノにね、行こうと思ってログインしたら、天国も空いてました。で、私天国あんまり来ません。はい。まあ、フェスタインフェルノ毎回来てるかって言ったら、そうではありません。はい。でもね、新しい組み合わせみたいながら行ってみたらね、楽しかったから、動画を撮り始めました。で、バトモスね、3戦いきました。で、ヒューザが3枚、ゴロシって言うんですね。3枚おろしかと思って、わっ、これオフラインで使ってますじゃんと思ってね、喜んでたら即死を食らいました、私が。なんだこれと思って。で、即死が必要なんだなって思いました。で、チャットリベリオが、まぁ、ちょっと名前が違いますけどね、ミャルジュ召喚したわけです。で、もちろんラリフォーマーしてきたわけでね。で、寝かされちゃったのね。バトマスでね。うわっ。これ、眠りも必要なんじゃんと思って。あとね、ジゴスパーグもしてくるんだよ。ヒューザーからの方がね。で、ね、ジゴスパーグがうまいんだよね。だから、今回ね、魔法つ、ま、バトマスも、その3つの耐性持ってます。で、今回は、魔法使いで、眠り麻痺即死をつけた装備で、行こうかなと思ってます。結構ね、まあ、僧侶、ブレス100とかも結構好きなんですけど、本当はね、魔法使いが大好きです。はい、見てください。まあ、だから、あえてね、ロードリーとかはありません。魔法使いよりのね、妖艶魔女のガチ装備が好きですね。はい。今回もね、耐性だからこういう状態ですけど、どれかな？で、こういうのね、ブレス100。も、妖艶魔女で、できます。はい。武器が必要ですけどね。このね。はい。結構ね。あと、これもね、今装備するの違うけど、ほら、ほら、これ結構高くてよ。600の攻撃魔力18みたいな最高値。クラスなんでしょう、忘れちゃいました。はい。ではね、いきます。ワクワク。でね、調べました。ちょっと私、漢字苦手なんで。この魚なんて言うのかなと思ったらね、スナドリネコらしいです。では、行きます。なんか来てね、一回失敗しました。三つの台がクリアできなくてね。一回目はね、普通に来て、あ、なんだと思って、あっという間に終わったんだけど。二回目ね、まさかのミス。三回目も普通にクリアできたのかな。三回目が一番早かったかな。で、バトマスやったからね、あ、やっぱり魔法やりたいと思って、魔法できました。まあ、お題としてね、素早さを下げるとか、闇と氷ダメージとかって、魔法使いってなんか関係もないんですけどね。はい。これ多分ね、何言うな、これ。何て言うんですけどね、ちょっと戻らないけどね、真ん中やんないよね、わー、やばい、何しに来るんだみたいな。真ん中に陣がやっぱり万能的にでね、倒すんですけど、こっちだと思うんだよね。こっちの方が赤く多分切り込まれるの早かったから、ちょっと私のところに来ちゃって、動いちゃった。ミャルジ結構ね、痛いんですよ。必殺じゃん。メロンボール、あ、待って。ね、アップデートになって初めて魔法使いです。だからレベルも上がってないのと、魔法使い、やってない。120のままだし、初めて今メロンボールを打てそうなんだのに、ねえ。そんな魔法、あー。氷あるじゃん、マキャネルシがあるじゃん、そうかそうか、歌ってて、ね、マジで尻尾見るとかいいんじゃないの、いくつダメージ、どうだったんですか、だからエヴァってどっちアンストークに、あ、あるよ、あるよ、いや、そうじゃなくてどっちが攻撃なんでしょう、アプリメールでいいのかな、どうかね、ちょっと
全然よく見れば3999の上限だっけ。知らないな、やってないから。そうみたいですね。一応人識、あ、ちょっと待って、ちょっと近いわ、あなた。リボレンジ見るよね、あなた近い。待って、いくら3999だったね。どうなんだね。そっか。あ、これにも正式じゃん、もう4個ついてるよ。あ、やっぱ魔法使って強いね、っていうか。何だ何だ、ベルギーは必殺以外じゃない。何だ何だ、こうやって危ないじゃん。アシャデミシです。いつもないだろ。あ、これダメージ引く。あ、いつもなくなっちゃったよ。え、あれヒューターどこ行っちゃった。あれもうヒューターいないじゃん。マジか。いや、これじゃダメ。ダメ。メラゴー。メラガイア。え、聞く？あ、もう倒しちゃう。待って、待って。いる？あ、待って、いつんじゃん。こっち見たら。あ、そうなの。パルティンが、あれしてたのね。そうか。あ、全然視界にいなかった。パルティンがいたら。ケンタ使えそうだもんね。何だか多いんだよ、私。いや、わからない。ちょっとこれ見ちゃうとパラディに行きたくなっちゃうな。いや、でも来ない。あ、あるじゃん、メラ。あ、ま、待って、撃たせて、それ。あ、まだ、まだ撃てる？ちょっと待って、撃たせて。初めてのメラ。メラ、メラ。あった？あ、倒したじゃん。倒したけどさ、1万7000だったよ。しょぼい。よくわからないわ。あ、でも1万7000は今までの中では一番出たよ、私もね。でも、放送消えてたよね。あ、すごいね、ほら。お疲れ様って言う前にみんないないよ、きっと、ほら。早っ。みんな早っ。またベルトだ。ほんとだ、ベルトの確率高いんだね。あ、いいじゃん。メドローは、メロドア、メドロ、ちょっと名前も当てになってないけど。いや、いいじゃん。いいぞ、いいぞ。よかったね。なんて言うんだ。正確な名前覚えとこう。メドロア。うん。もうね、達人のクエストちゃんとやってるから、今ね。毎週ちゃんとやってるからね。これ持ってんだよ。ね、ほら、あ、あるからここにいるんだね。はい。いいぞ、いいぞ。で、何くれた？もう3個もらった。次4個目だよ。あ、で、1個失敗したから3個目だね。はい。え？ああ。両手杖の闇か。水に6だって。ぽい。ぽいぽい。いいんじゃないかな。いいね。うんうん。すごくね、短い動画です。でもね、私の中ではすごく、久しぶりの魔法楽しいなぁ。レベル上げようかな。ね。124しかありません。いや、このね、砂取り猫。まあ、検索で調べました。いいね。3枚おろしじゃなかったのがちょっと残念ですけどね。9だのね。はい。今、パラディンさんがいたから、だいぶ楽にね、先に、うん、倒せたんだね。うん。ちょっとパラディンやりたくなっちゃったな。軽いのかな？重いのかな？でもね、パラディンがいた場合にね、二人になっちゃうとちょっと、うん、だよねって感じになっちゃうから。麻痺、即死。なんだっけ、あるよね、多分。え、なんか大丈夫、アクセが。なんだこれ。よ、よさか。売春じゃないなぁ。指輪がないなぁ。フォックシ、あ、ブレスか、ブレス100麻痺。え？ここに即死あるかなぁ。ん？あー、ない、ない、ないんだね。ブレスはでもいらないよね。
あ、呪いか。で、あとは頭にもう一個これ入れるか。特殊ね。特殊麻痺。あ、なんか下はいらなかったね。そっか。うん。指輪がないよ、指輪がないよ。火の指輪かな？何つけてたんだろう。どこにある？ないよね。どこ気に入る指輪？私のどこ？もうネクタイ。これか。これだね。あ、ハンマー丸か。はい、じゃあこれでね、ちょっと押してみようかな。いくつあるんでしょうね。重さ。待って。613。エビ茶で、まあ、1200以上あるよね。わからない。はい。ブレス100の麻痺即死。あ、違う。ブレス100はないわ。はい。もう一回チャレンジ。パラディンがもう一人いたらちょっと申し訳ないね。即死と麻痺があるから、眠りがないけど、ないんだ。え、眠り、下に眠りあったかな？あったかな？ないかな？ない、ないかも。ない、ない、ごめん、ないや、寝ちゃう。あ、よろしく言えなかったよ。寝ちゃうよ。ミャルジがいるとやばいですね、これはね。ミャルジっていう名前じゃなかったけど。割りてきてない。いろんな名前ついちゃう。パラディンはいなそうだよね。いないね。よし。じゃあ、頑張って、この人に行ってくる。ごめんね。ちょっと、ごめんね。何だったかわかりませんけど、押させてください。はいはい。あ、押させてください。押させて。何や重いの、この人。マジか。重そうだよ。すごく重そう。ほら、重い。重いぞ。マジか。もうこんなに重いんだね。いくつあるんだろう。やめろよ、その後ろから切ろうとしてるよ。待って。あれだっけ。これ、ジュンタッキーじゃなくて、なんだっけ。重っ、軽くするやつ。どこ行っちゃった？ないかな、ないかな。ないな。あれ、ないのか。ないね。いや、頑張って押します。いや、結構重いわ、この人ね。いくつなんだろう。ちょっと、ちょっと、なんだっけ、特殊の。ブレスインパクトじゃないよね、なんだっけな。あれ、スキルが封印されてるんじゃない。押せないか。3枚目の字だ。やば。あ、上どこ？これか。色が違ったから。あ、オッケー、軽くなっちゃったよ。ごめんね。軽くなっちゃった。上で無理だけど、青いと思いだろ。ばっかり持った。なんだよ、もう無理だよ、やめろ。あ、もう何だよ。ずるっ。いい感じだったらね、あれを邪魔さないと。ごめんね。よし、邪魔。リベリア向こう行って。よし、ちょっとさ、何で向こう向いてんの。あー、これ結構抜けるね。そうだよね、確かにね。ちょっと、何だよね、やっぱり8人いるからいろんな方向に行くから、ね、難しい。よし、待って、軽くないか、大丈夫。壁ドンが一番いいよね。ちょっと待って、その前にさ、あれもあっちゃいそうじゃん。クエストが。大丈夫？3枚殺し。うわ、ちょっと危なかったよ。遅かったよ。せっかくね、軽くなってるんだからね、ウェイトブレイク。もう一回。ならない。更新しないか。てか、無理じゃん、これ。ほら。どうする。ほら、いや、あれがない。無理っぽいよ。
あ、必殺来ちゃったよ。カルカル。なんだっけ、お題が無理みたいよ。まあ、でも魔性いるよね。また必殺来た。いいね。ちょっとやばくない？80回ダメージって。私みんな早いから、お疲れ様言うまでにみんないなくなっちゃうね。起きてね。あ、外れ。石だった。あ、でも目覚めの方がいいかもね。外れのベルトより。よかったよかった。どうにかね、クリアもできて。あのままね、お題がクリアできずに、みたいなんだったね。まあでも、どうにかね、形になったから、マジでよかったです。パラディン大好きです。魔法も好きです。バトワスも。あ、みんな好きなんじゃんね。はい。僧侶も好きだよ。はい。あ、そっか、ベルトもらってないんだ。はい。もう帰ろう。お家に帰ろう。あ、待って。エスタインフェルノか。いや、今回はやめましょう、もうね。楽しかったです。あ、見て見て。サファイアプリズム欲しくて、植えてるんだけど、サファイアばっかりなんだけどね。ダメ。さっきね、サブちゃんね、1000個。サファイア、大変サファイア、プリズムじゃなくて、花サファイアかなを買ってね、40万ぐらいで買ってました。で、30万ぐらいになったのかな、青い宝石売ってね。で、10万円ぐらい赤字でした。でも出ませんでした。はい。サファイア、プリズムね。今ね、だいぶ安くなってて欲しいなと思ってるんですよ。いくらだったかな ?155 だったかな ?140 まで見たんだよね。もうそんなこと言ってるうちなくなっちゃいそうだけどね。プリズム。これね。ほら、155万。欲しいよね。2キャラだから300万で2個買えるんだよ。これ見たらね、欲しくなってね。サブちゃんでね、動画撮りながらね、うびきじゃなくて、サファイアの花を開けたの。かなりの時間かけて。まあ、でもね、それはもう終わって、没動画になりました。はい。じゃあ今回はね、スナドリ2個の天国でした。はい。じゃあまたです。バイバイ。